娘の葬儀始まってるぞ。今すぐ来い。15年前に私と娘を捨て、愛人との交際を選んだ信彦から久しぶりに連絡が入った。しかしその連絡の内容の意味が理解できず、私はキョトンとした表情を浮かべる。は？娘はまだ生きてるわよ。驚きの真実を聞いた信彦はどういうことだと混乱していた。そんな彼に私はある事実を告げるのだった。私の名前は弘樹綾乃。15年前に夫の小宮山信彦に捨てられてしまった45歳だ。信彦とは学生時代に知り合い交際を始めた。卒業後はお互いに結婚の意思を持って同棲を開始。彼は私の2つ上の先輩で、同じ吹奏楽部に所属していた。部長を務めていることもあってか、男子からも女子からも慕われており、とても頼りがいのある先輩だった。私はどちらかというと人の意見に流されやすく意志が弱い。言葉の強い先輩の前に出ると緊張して物が言えず、一つ上の先輩からは嫌な仕事を押し付けられることがとても多かった。嫌なら言い返せばいいじゃんと周りにはよく言われていたが、そこから嫌がらせの標的になるのが怖くて、いつもいいように扱われていた。そんな気の弱い私を助けてくれたのが信彦だった。ここの掃除は2年が担当のはずだ。なんで弘樹がやってるんだ。私が仕事を押し付けられているのを同級生から聞いたのだろう。現場を見かけた信彦は眼鏡の奥から鋭い眼光を光らせ、先輩女子たちに一喝してくれたのだ。その時の彼は私にとってヒーローのようにかっこよかった。部長である信彦に怒られた先輩たちはそれ以来私に何かを言ってくることはなかった。それもそのはずだ。その一件から信彦が私のことを気にかけてくれるようになったのだから。部活での面倒もだが、校内でも顔を合わせれば気さくに声をかけてくれて、いつの間にか信彦の仲間うちに入れてくれたりもした。どうして先輩はそんなに私の面倒を見てくれるんですか？お前が真面目に部活頑張ってるからだよ。俺何でも一生懸命に打ち込むやつが好きだからさ。それにしては信彦、綾乃ちゃんにお熱に見えるけどな。わかる、俺二人は付き合ってるもんだと思ってたもん。友人たちにからかわれながらも信彦がそれを否定することはなかった。むしろ少し頬を赤く染め、からかうのをやめるように言うだけ。もしかしたら本当に？と思うような反応で私は嬉しくなった。この時にはすでに私も彼を意識しており、周りからの後押しもあって私と信彦は交際を開始した。真面目な信彦は彼女ができたらあることを伝えると決めていたらしく、付き合ってしばらくした頃に結婚の約束を言い渡された。一度付き合った人とは絶対に結婚するって決めてたんだ。かっこいいじゃん、奥さんが最初で最後の人って。重すぎる考えかもしれないけど、綾乃が高校卒業したら一緒に住んで俺と結婚してほしい。俺はそのくらいの覚悟で綾乃と付き合ってるから。突然のプロポーズに驚きはしたが、それ以上に嬉しかった。こんな真面目に自分との将来を考えてくれていることが幸せで、私もその思いに応えるべく深々と頭を下げた。ふつつか者ですけどよろしくお願いします。それから私と信彦は同棲がすぐにできるようお互いの両親に挨拶へと言った。まだ高校生で幼い二人が何を言っているんだと初めは不安に思われていたが、両親も分かってくれ始めたのか、私が卒業する頃の同棲ならと許す姿勢を見せてくれていた。その甲斐もあってか、卒業後に改めて両親に申し出た時には条件付きで許可が下りた。二人がそれだけ真剣なことは伝わったから、
お母さんもお父さんも応援するわ。ただ結婚はまだダメだぞ。二人が本当に自分たちの力だけで暮らしていけるようになってから籍を入れなさい。それが約束できるなら私もこれ以上は何も言わない。こうして始まった同棲生活。はじめはすごく楽しくて幸せな毎日を送っていた。彼の仕事が休みの日にはちょっと贅沢して外食に行ったり、仕事終わりの彼を待って一緒に買い物に行ったり、家事分担も無理のないように工夫をして、お互い負担にならないような生活をしていた。しかしそれが突如として壊れ始めたのが、彼に捨てられる半年ほど前のことだった。私が23歳になった頃、内縁の妻として二人の関係は成立していた。婚姻届を出したいと強く要望はしていたが、その度に信彦はなぜか話をはぐらかしていた。まだ早いって。綾乃23歳になったばかりでしょ。俺も仕事が波に乗り始めたばかりだし、そんな急いで婚姻届出さなくても。内縁関係にはあるんだからさ。そうだな、せめてあと2年、そのくらい経てば俺の仕事も落ち着くし、その時に改めて話そう。その時には結婚式挙げられるぐらいの資金は貯まってるだろうからさ。結婚式という彼の言葉をこの時の私はまんまと鵜呑みにしていた。彼は真面目で、今まで一度も嘘をついたことがない。何事にも用意周到な部分があり、プライドだって高い。結婚するなら奥さんには華やかなウェディングドレスを着てもらいたい。そのためなら俺は残業200時間オーバーでも頑張るぞ。そんな無理して体壊されたら私が嫌だからやめて。無理ない程度に頑張ってくれたらそれでいいよ。ドレス着れなくても文句なんて言わないんだからさ。いや、ダメだね。それじゃあ俺のプライドが許さない。綾乃のドレス姿を見るのが俺の楽しみなんだから。付き合っている時にそんな話をしてくれていたのも私は覚えていた。だからこそあと2年待ってほしいという信彦の言葉に何ら疑問を持つことはなかった。彼は今も私を愛してくれていると信じていたから。なら2年後ね。2年したらちゃんと籍入れようね。約束だよ。当たり前だろ、男に二言はないって。俺今の仕事でもっと稼いでくるからさ。だから結婚式は楽しみにしてろよ。華やかに祝ってやるからな。信彦の仕事はフードコーディネーターだ。食への興味関心が人一倍強い彼は、自分でも料理を作るのが大好きだった。オリジナリティにあふれた創作レシピは主婦の間でも人気になり、いろんな会社からぜひともレシピの監修をしてほしいとオファーが転がり込むほど評判だった。そんな彼の才能が花開いたのはこの結婚の話をした後のことだった。この頃から信彦は家に帰らない生活を続けていた。初めのうちは仕事が終わるたびに電話をくれたりもしていたが、それも最初の数ヶ月だけ。私のことなんて忘れてるんじゃないかと思わせるぐらいに放置の日々が続いた。毎週のように地方に出張へと行き、まるまる3ヶ月帰らない月もあった。帰ってきたかと思えば職場の飲み会や接待ばかりで、私の相手なんて全くしてくれない。おかげで夫婦の時間なんて皆無だ。次第に二人の関係はどんどん悪い方向へと変わっていった。どうして連絡の一本もよこしてくれないの？そんなに仕事が忙しいの？我慢の限界が来た私は、ついに信彦に泣きながら電話をしてしまった。耐えられなくなった気持ちが溢れ出し、仕事で疲れている信彦に感情のままに言葉を伝えると、彼は心底面倒くさそうにため息を漏らした。何？今日そういう感じ？悪いけど、仕事で疲れてるからメンヘラを相手にする余裕はない。仕事から帰ってきたら風呂に入る元気もなく寝たりしてるんだよ。お前と違って俺は忙しいんだ。そんなことも考えてくれずに嫁がヒステリックを起こしてくるんじゃ、何のためにお前といるかわからない。
お前は俺のことを支えてくれる大事なパートナーじゃなかったの。俺に負担をかけるのがお前の仕事なわけ。俺のしんどさも知らないくせに余計なことで負担を増やしてくんなよ。イライラするわ。正直何を言われているのか理解できなかった。こんなことを言われたのは初めての経験で混乱してしまったんだと思う。頭の中が真っ白になり、信彦の言葉が耳に入ってこない。優しくて芯の強い彼は言葉にきつい部分があったりもしたけれど、その言葉の裏には絶対に愛情が混じっており、相手のことを思って言ってくれている、そういう気持ちが伝わるような表現を必ずしてくれていた。綾乃は意志の弱いところがある。でもだからって人と向き合うことから逃げちゃいけない。その相手が俺であろうが、怖い先生であろうが、自分が正しいと思ったことは必ず伝えるようになりな。それで相手が分かってくれるっていう保証はないけど、諦めちゃいけない。どんなに怒られようと自分の思いは最後まで貫き通す。そういう強い気持ちが話し合いでは大事なんだよ。私が人と向き合うことを苦手としているのも分かった上で、信彦は厳しくも優しい言葉を与えてくれていた。そんな彼の優しさと思いやりに惚れ込んで、私も彼といたいという選択肢を取ったのに、今電話先で私にひどい言葉を吐くこの人は、私の知っている信彦なんだろうか。本当に同じ人が私にこんな言葉を浴びせているのだろうか。現実を受け止めきれず、言葉を失ったように唖然としていると、何も答えない私にしびれを切らした信彦が、時間の無駄だと一言つぶやき、通話を一方的に切断。耳の奥に虚しい機械音だけが残る。通話が切れて気が抜けた私は、その場に崩れ落ちるようにへたり込んだ。携帯の画面を見れば、信彦との着信履歴が映し出されており、彼からの電話であったという証明が目に飛び込む。しかし現実を受け入れることができない。あんなひどい言い方を彼がするなんてとても信じられない。何かの間違いじゃないのか。私は夢を見ていたんじゃないだろうか。そんな勘違いすら起きるほどに私は動揺し、この日は何もする気が起きなかった。それからしばらくは全てのことに身が入らなくなる生活を送っていた。彼に連絡するのも怖くなり、自分から連絡を取ることは一切なくなった。彼から来る一方的な連絡に受け答えし、いつも彼の顔色をうかがいながら怯えた生活を送っていた。私が自分の機嫌をうかがい始めたと気づいた信彦は、何も言われないこの環境に心地の良さを覚えたのか、都合のいい時だけ帰宅し、またすぐに家を出ていく。夫婦仲を深めるような真似はしない。ただ義務的に女として扱われ、必要最低限の行為だけをこなす日々。デートに行ったり二人の時間を満喫するなんて真似はせず、自分の欲の吐け口のように私を使い、あとは放置。何もしない。釣った魚に餌も与えない。気づけば都合のいい体だけの関係になっていた。それでも私は彼から離れようという気になれなかった。過去の思い出が自分を縛り、いつかまた彼が私を見てくれるかもしれない。そんな淡い期待を抱きながら、来る日も来る日も彼の帰りを待ち望んだ。昔みたいに戻れる日を夢見てひたすら耐え続けていた。ある日、事件が起きたのだ。なんと私のお腹に命が宿ったのだ。体調が悪く、あまりのひどさから実家に帰って療養していると、母から検査してみなさいと言われ、検査薬を使ってみることに。結果は陽性。病院に行くと妊娠2ヶ月という報告を受けた。子供ができたと聞けば、もしかしたら信彦も変わってくれるかもしれない。そんな期待が胸を膨らませる。きっとこの頃の私は感覚が狂っていたんだと思う。
冷め切った夫婦関係という現実から目を背け、彼の気持ちを引き戻すためなら何にでもしがみつきたい。昔の彼を取り戻したい。今はただの倦怠期で、彼はまだ自分を思ってくれている。妻として必要としてくれている。そんな風に彼にしがみつくことしかできなくなっていた。きっと私は彼に依存していたんだと思う。けれどそんなことにも気づけないほど私の精神状態は良くなかった。冷静に自己分析するなんて真似ができなくなっていたのだ。早速危機として信彦に連絡を入れてみた。久しぶりに自分から電話をかけたため期待と不安が入り混じる。また冷たくされたらどうしよう。けれど信彦は昔から大の子供好きだ。もしかしたら笑って聞いてくれるかもしれない。私も子供が大好きで、ずっと我が子が欲しいと思っていた身だ。この子が私たち夫婦の何かを変えてくれるかもしれない。そんな期待を抱かずにはいられなかった。はい。自分のタイミングじゃないところで電話をされたため、多少不機嫌な信彦が電話に応答した。けれど私は付き合っていた時に言われた信彦の言葉を思い出し、再度彼と向き合う意思を表すような口調で彼に自分の思いを伝えた。信彦、聞いて。今日は大切な話があってあなたに電話をしたの。実はね、赤ちゃんができたの。は？いきなりの報告に意味がわからないと言わんばかりの信彦。驚きから言葉を失い、いつものようにため息が混じったり苛立ちを口にする素振りもない。電話口で不機嫌以外の反応なんていつぶりに聞けただろうか。少しの違いだけでも嬉しく感じた私はさらに言葉を続けた。妊娠してたの。今日検査して病院に行ってみたら妊娠2ヶ月だって。私たちの間に赤ちゃんができたのよ。私の危機とした様子が伝わり、状況を理解したのか動揺したように信彦は声を震わせていた。マジか。それはおめでとうだな。そっか、俺父親になるのか。全然実感湧かねえや。ははっと乾いたように笑う信彦。感動と嬉しさからまだ現実味を帯びていない。動揺してどう反応していいかわからないのだろう。私は彼の反応をそんな風に思っていた。今度いつ帰ってくる？信彦のご両親にも報告しに行かないと。名前も決めたり赤ちゃん用品準備しないとね。気が早いって。俺の両親にはこっちで伝えとくから、お前は体を大事にしろ。自分と赤ちゃんのことだけ考えて安静にな。俺もまだしばらくは帰れそうにないから、帰りの日程が分かり次第連絡する。それまで無茶するんじゃないぞ。久しぶりに優しく気遣われたことに幸せすらも感じた。昔の信彦が帰ってきたと嬉しくなった。これからきっとこの子をきっかけにまた昔みたいに戻れる。そう思っていたが、現実はそんな甘いものではなかった。それから1ヶ月経とうが2ヶ月経とうが、信彦から連絡してくることはなかった。彼はフリーランスで仕事をしているため、勤める会社もない。誰と仕事しているのかもわからず、彼の所在を確認できる方法がない。ひどい時には週ごとに違う県を訪れている信彦を探すのは雲をつかむような話だ。つわりが起きている私には彼を探す気力すらなかった。本当に彼から連絡は来るのだろうかと不安になっていた時、嫌な予感が当たってしまった。いつものように彼に連絡を取ろうと電話をかけると、信彦の携帯に電話がかからない。おかけになった電話番号はお客様のご希望によりおつなぎできませんと虚しいアナウンスが流れるだけ。何度かけ直しても同じことの繰り返しであり、父母にかけてもらっても同じようなアナウンスしか流れなかった。これってまさか着信拒否されてる。信じられない事態に
目の前が真っ暗になった。今にも倒れそうな私を父が支え、母は心配そうに気にかけてくれている。何が起きているのかわからない私は義実家を訪ねたりもしたが、義実家からも門前払い。何も事情を話してくれようとはしない。信彦に捨てられた。頭の中に最悪の事態が浮かぶ。けれど着信拒否された上に門前払い。義実家にしつこく訪れようものなら警察沙汰にするぞと脅され、友人たちに相談しても逃げられたんじゃないのかの返しばかり。捨てられた現実を受け止めることはなかなかできなかった。綾乃、もう信彦君にしがみつくのはやめなさい。お父さんもお母さんもこれ以上ボロボロになるあなたを見たくないの。信彦と音信不通になり3ヶ月、お腹も徐々に目立ち始め、つわりもまだ続いている最中で、父母からつらい現実を突きつけられた。母は泣き、父は悔しそうに唇をかみしめている。自分たちがお腹の子と私の面倒を見るから、もう信彦にすがりつくなと父から厳しい言葉を浴びせられた。その瞬間、私の中で保っていた一筋の光が消え去り、私は大号泣。子供のように大声を上げながら泣き叫び、抱きしめてくれる母にすがりつくようにして声が枯れるまで泣き続けた。結局私は泣き寝入りすることしかできなかった。弁護士を雇って争おうかともしたが、この時の私はパートタイマーで働いており、争うにしてもお金が足りなく、そこに使えるほどの気力も残っていなかった。信彦は私が暮らしていたアパートに転がり込んでいたため、彼の荷物は全部捨てた。父母も手伝ってくれて、結局私は実家へと戻り、父母たちと一緒に子育てをしていくことを決意。この子を下ろすことは一切考えなかった。父親がいなくても絶対幸せにしてみせる。この子は私が守るから。荷物整理をしていく中で、自分の気持ちの整理もついた私は、ようやく母親としての覚悟を持つことができた。内縁での夫婦関係であれば、子供は父親に認知してもらえない。親権はもちろん私の手の中にある。最悪何かあれば、両親が養子縁組を組んでもいいとも言ってくれた。友人たちも協力してくれて、みんながこの子のためにたくさん愛情を注いでくれた。おかげで私は無事出産も乗り越え、母子ともに健康な状態で子育てを楽しんでいる。信彦のことなんて忘れ、娘と二人三脚で歩んできた15年、まさかこんな形で信彦と再会することになるとは思いもしなかった。高校生になった娘は現在公立高校に通っている。部活動にも入っているが、この日は部活動が休みだったため早めに帰宅。私も今は事務職に就き、正社員として働いている。仕事を終えて帰宅し、先に帰っていた娘が父母と共に夕飯の支度をしていた時だった。見知らぬ番号から一本の通話が入ったのだ。もしもし。誰だろうと思いながら通話に出ると、久しぶりに声を聞いて驚いた。お前何してるんだよ、一体どこにいるんだ。なんと着信相手は信彦であり、何やら彼は怒りと混乱でパニックになっている様子だった。どこって、嫌だけど今さら何、何の用。とぼけるな、今がどうなってるか分かってるのか。娘の葬儀始まってるぞ、今すぐ来い。そう言って信彦は一方的に通話を切り、ショートメールにて葬儀場の住所を送りつけてきた。切れた携帯を見つめながら私が険しい表情をしていると、その様子に気づいた娘がキッチンから顔を覗かせる。お母さんどうしたの、誰から電話。なんでもない、ちょっと友達からだったんだけど、あんたの顔が見たいんだって、写真撮ってもいい。え、今？
学校帰りで化粧も何もしてないんだけど。何色気づいちゃってんのよ。そのままで十分可愛いんだから気にしない。ほら撮るよ。そう言ってカウントダウンを始めると、娘は弾けんばかりの笑顔を浮かべてくれた。すぐにその写真をお守りのように待ち受けにすると、私は父母の方に向き直る。ちょっと出かけてくるから先にご飯食べてて。大丈夫なのかい？平気、すぐ帰るから。一緒に行こうか？大丈夫、私は平気だから。あの子のことお願いね。わかった、何かあったらすぐに連絡しなさい。私の表情を見て察してくれたのか、何も言わずに父母は私の背中を見送ってくれた。こうして私は車に乗り込み、信彦が待つという葬儀場へと向かった。どれだけこの日を待ち望んだことか。積年の恨み、ここで晴らさせてもらうわ。覚悟を決めた私が葬儀場へと向かうと、信彦と一緒に一人の女性が佇んでいた。おい何してんだ、もう葬儀は始まって。てかなんで私服なんだよ、喪服は。どうして喪服で来ないといけないのよ、関係ない人のお葬式に。関係ないわけないだろ、俺たちの娘の葬式だぞ、何考えてるんだ。は？娘はまだ生きてるわよ。それに何自分の娘みたいな言い方してるの。あの子は私の娘であって、あんたの娘なんかじゃないから。勝手に父親面しないでちょうだい。は？待て、どういうことだ。だってここの名前を見てもお前と同じ名字で、俺は確かに彼女から娘が事故で亡くなったって聞かされて。そう言って信彦が視線を向けたのは、先ほどから彼の隣でじっとこちらを見つめている女性だった。その人、信彦とどういう関係なの？え？あ、いや、友達だよ。昔の仕事仲間の関係で、その、ほら、俺出張多かっただろ。その時に一緒に仕事したことがあってさ。へえ、そう言って私がごまかせると思ってるんだ。え？たどたどしく答える信彦を冷たく見つめていると、信彦の隣に立っていた女性が私の隣にやってきて、彼は女性二人から冷たい視線を向けられた。私が何も知らず今日ここに来たと思ってるわけ？どういうことだ？こっちは全部知ってんのよ。あんたが浮気していたことも、この人があんたの浮気相手だったということもね。な、信彦の隣に立っていた女性、それは15年前信彦が私と音信不通になるきっかけを与えた浮気相手である柴崎ひふみだったのだ。ひふみさんから連絡をもらってね、15年前の真実をすべて話す代わりに私の復讐に協力してくださいって相談を受けたの。あんたひふみさんと浮気していたどころか、その間にごまたぐらいしてたんですってね。とんだクズ男すぎて話を聞いた時はびっくりしたわよ。実は1週間前突然ひふみさんから連絡をもらったのだ。自分を裏切った信彦に復讐がしたい、そのために協力してほしいと。信彦が私のことをないがしろにしている期間、彼は地方に複数人の彼女を作り異性交友を楽しんでいたのだ。その証拠としてひふみさんは信彦と女性たちのやり取りを残しており、彼にバレないようこれまで浮気されてきた数々の記録を証拠付きでブログに綴っていた。捨てられるのが怖かった彼女は彼に浮気をされているのに気づいていたが黙認、自分の元に帰ってきているしいいだろうと許していたのだ。しかしひふみさんの年齢が40歳を迎えた時、しびれを切らしたひふみさんから結婚の話を切り出し、信彦は私の時と同じように彼女の元から姿を消した。なんと信彦はひふみさんとは別の女性と婚約の誓いまで果たしていたことが後に判明。それが発覚したのは彼女の雇った探偵の調べによってだった。許せなかった私は綾乃さんの連絡先を調べ上げ、
あなたが唯一作ってしまったとこぼしていた子供を利用させてもらうことにしたわ。子供好きなあなたはどれだけ女性交友を繰り返そうとその子の存在だけは忘れられなかったのを知っていたからね。私もあんたに話はあったからね。彼女の話に乗ることにしたの。現にほら、私の娘はこの通り元気だし、あんたは彼女の嘘にまんまと騙されたってわけ。ちなみに葬儀場の看板は私が知り合いに頼んで用意してもらったの。葬儀がない日に少し協力してって頼んだら喜んで手伝ってくれたわ。そんな、お前ら俺をはめるためにわざわざこんな手の込んだことを。事情を知った信彦はたじろぎ、逃げようと身を翻した。しかしそれを阻止するようにひふみさんが立ちふさがる。帰れると思ってるの？この状況で。あなた私の車でここに来てるのにどうやって帰るつもり？義実家まで歩くの？この山の中を。時刻は18時を過ぎており、山中にあるこの葬儀場の周りには街灯もない。おまけに近くの看板には熊出没のマークも出ており、歩いて帰るには無謀。文字通り彼に逃げる手段はないという状況だった。俺にどうしろってんだ。今さら慰謝料請求でもするつもりか。けどお前とは結婚の約束もしてなければ、綾乃から慰謝料を請求されるには時効だろ。婚姻関係の慰謝料請求は3年以内のはずだ。やっぱり信彦が私に平気で連絡してこれたのはそれもあったからだろう。しかしそんなことで彼を逃すはずもない。確かに婚姻関係で浮気が発覚した場合の慰謝料請求は3年以内よね。そうさ、だから今さら俺にそれを取り立てようなんて無駄。けどそれは自分が損害を受けたと気づいたり加害者が判明したりした時点から3年以内の話。私がこの浮気の事実を知ったのは1ヶ月前のこと。つまりあんたに慰謝料を請求することは可能なのよ。何？詳しく調べもしていなかったのだろう。私の方が一枚上手だったことを知った信彦は驚き、顔から血の気を引かせていた。それを見た一二三さんはいい気味だと笑い、甘えるように私の隣にやってきた。これで信彦さんに仕返しができますね。その慰謝料の何割か私にも報酬としていただけますか。私も慰謝料請求に貢献したお駄賃として。何言ってるの？自分は私に怒られない仲間であり敵とみなされていないと思っているのか。私から冷たい視線を向けられた一二三さんは動揺を見せ、思わず後ずさりした。そんな彼女に向かって不敵な笑みを浮かべると、私は後ろを振り返るように彼女の後方に視線を向ける。あなたもこの件に絡んでた黒幕なんだから、きっちり請求させてもらうに決まってるでしょ。それに私は慰謝料請求だけど、その後ろの方は違うんじゃないかしら。私以上にお冠のようだからね。そう言って一二三さんと信彦が恐る恐る後方に振り返ると、そこにいた人物を見て驚きの声を上げた。マサルさん！会長。なんとそこには一二三さんの元旦那さんであり、信彦がお世話になっている大手商業グループの会長、国本勝の姿があったのだ。国本さんは早くに父親を亡くし、若くして会長という立場になった人だ。頭が切れる上に仕事では鬼のように厳しく、私生活もストイックな人間だと業界では噂が広まっている。私も名前を聞いたことがあるくらいに彼のことは知っており、この葬儀場も彼のコネで都合をつけてもらったのだ。どうして一二三さんがここに？私何も言ってない。私が言ったのよ。え？実はね、あなたが話しに来た次の日、国本さんがうちを訪ねてきたわ。あなた信彦に探偵をつけてたみたいだけど、逆に自分も探偵をつけられてたのよ。国本さんが雇った探偵がね。実は一二三さん、信彦と国本さんに股をかけて交際していたのだ。国本さんにはお金があり、彼のお金を絞り取るためだけに交際。
国本さんはひふみさんと真剣な交際をしていたため、彼女と結婚することも視野に入れていたけれど、日常生活からストイックな彼についていけないと思ったひふみさんは、彼に破局を告げ、信彦と一緒になろうとした。あまりに突然捨てられたことに怪しんだ国本さんは、ひふみさんを調べるために探偵をつけ、すべての事情を知り、私にひふみさんが接触した後に行動開始、今日の計画を私に提案してくれたというわけだ。喜んで国本さんの提案に乗らせてもらったわ。私としては信彦だけ地獄を見るなんて許せなかったもの。しっかりあなたにも地獄を見てもらわないと、この15年間の恨みが晴れるわけないしね。待って、違うの、これは、その、言い訳なんて無駄ですよ。ひふみさんが苦し紛れにすがりつこうとするが、国本さんの威圧感に臆し、怯えるようにうろたえる。信彦は完全に意気消沈しているのか、慌てるどころか放心状態。顔を青ざめさせて、ただただ状況を見つめているだけだった。まさか君がここまで暴ずれだったとは思いもしなかった。このお返しはしっかりとさせてもらいます。あと、人の婚約者に手を出した罰もきっちり受けてもらいますよ、小宮山さん。厳しい視線で二人を見つめる国本さんの雰囲気は、とても35歳とは思えない貫禄だった。傍らにいる私ですら、思わず圧倒されそうになる。国本さんから逃れることはできないと思ったひふみさんは、私にすがりつき、泣きながら許しを請う。助けて、綾乃さん。私たち、信彦さんに辛い思いをさせられた仲間じゃない。あなたが信彦さんのことで嫌な思いしていたことなら謝るから。もう15年も経ってるんだし、昔のことは水に流しましょう。今日のこと、あなただから私は頼ったのよ。私は全てを話して、土下座までして謝ったわ。あの時、あなた分かったって許してくれたじゃない。ねえ、お願い。あなたからもマサルさんを説得して、なんとか慰謝料だけ。うん、あなたが信彦さんからもらった慰謝料を少し私に分けてくれない？それだけでいいわ。あとはなんとかするから、お願い、助けて。虫唾が走った。保身ばかりな上に、私が彼女を許す。15年前のことなんだから、もう時効でしょ。そう言っているように聞こえたひふみさんの言葉に、私の怒りは爆発した。ふざけないでちょうだい。15年前だから何？私たち家族がどんな思いでこの15年を乗り切ってきたと思ってるの？あの子がどんな辛い思いを耐えてきたと思ってるの？父がいないことで、娘は辛い思いを何度も経験してきた。行事ごとに来ている父親の姿を見ては、寂しそうな顔を浮かべ、何度も父親の存在について聞かれた。その度に父はいないと説明するも、娘は他とは違う家庭環境から泣いていた日もあった。写真も何も残っていない。そんな寂しい思いが一体どれだけあの子を苦しめたのか。15年経とうが20年経とうが、この辛さと苦しさを忘れることなんてない。彼らを許せる日なんて一生現れない。そう思った私は、ひふみさんと信彦から距離を取り、冷たい視線を向けてとどめの一言を口にした。あなたたちのこと許すつもりはないわ。金輪際私たちに関わらないで。あんたに至っては、二度とあの子の父親だなんて名乗らないで。あの子を戸惑わせるようなことをしたら、今度こそ後悔するだけじゃ済まない地獄を見せてやるからね。そう言って私は彼らの元から去り、後のことは国本さんにお任せした。あれから信彦たちは国本さんと私から多額の慰謝料を請求されることになった。ひふみさんから暴露された日の記録は録音しており、映像付きで弁護士に提出。国本さん専属の弁護士が協力してくれたおかげで、思っていた以上の金額を絞り取ることができた。ひふみさんは国本さんの会社に勤めているのもあり、会社の人間に手を出して公私混同していた信彦は契約を取り消された。ひふみさんも会社での立場がなくなり、
解雇。この話は社内でも広まったのか、二人は腫れ物扱いされることとなったそうだ。あれから私は家族とうまくやっている。国本さんが心配して様子を見に来てくれたりもした。うちのバカが迷惑をかけたので、困ったことがあったらいつでも言ってください。あなたたち家族には本当に申し訳ないことをしたと謝ってくれたが、娘が微笑みながらそれに対して言葉を返していた。私今の生活で幸せなんです。小さい頃は寂しかったけど、今となってはお母さんだけでよかったと思ってます。だってお父さんのいい話なんて一つも聞かないんですもん。お母さんがそんな人から離れてくれてよかったと思ってるし、父親がいないことに後悔も何もないんです。だからそんな風に謝らないでください。私たちなら大丈夫なんで。全てを知っているわけではないが、きっと娘は気づいていたんだと思う。今回のことも今までのことも、彼女からの頼もしい言葉に、国本さんも立派な娘さんですねと笑っていた。私の瞳からは思わず涙があふれ、この子を大切にしようと改めて心に誓うのでした。